お疲れ様です。今日はですね、バランス調整でメガナイトが下方されたということで、こちらメガナイトオールブレイクやっていきたいと思います。ということで、ね、メガナイトの修正内容が、召喚ダメージ 20% 下がりましたよということで、召喚時のドッスンですね。それ以外何も変わってません。20% ってあんま変わんないようにも見えるかもしんないんですけども、なんか海外のね、メガナイト使いのプレイヤーがね、うわ、メガナイト全然弱いです、みたいなツイートをしてるぐらい、意外となんか変化があるっぽいので、ちょっと今日はね、どんぐらい弱くなったのかやっていきたいと思います。さあ、ということでね、やっていくんですけど、メガナイトのドッスンを使うシーンって、こうやっぱ相手がユニット出してきて、それを止めるときだと思うんですけども、例えばホグとかロイホグですね。で、ホグとかロイホグへの、そのメガナイト出したときの、なんだろう、今までの入るか入らないかとかは変わんないですね。ソホグも、今まで通り一発かな、普通に入るし、ロイホグは完封できるしっていうので、その辺はね、別に変わんないんですけども、嫌ですね。嫌ですねってなんやねんって感じなんですけど、下方がどんぐらい痛いんだろうね。だからゴレの光栄が来た時とか、あとはなんだろうな、単純にジャイとかを溶かすのとかが、一瞬っていうか、ゴレダクネのダクネ処理かながね、今までよりもガチ渋いと思いますね。そんぐらいかな。でも大きくは、さあ、これトルネでキング起動しにくいよ。タルーか、いやー、うまい、いいボーイですね。さあ、ということで、今回の相手はゴレですね。だから後衛、相手のユニットの後衛とか、形組んできた時の対応が今までよりもやっぱ渋くなるかなっていうイメージが、やり分かりやすいかな。さあ、ということで、だから自陣でこうケツからメガナイト出したりするのには、ぶっちゃけ何も変わりはないですよね。さあ、いやー、これどういう立ち回りをするのがいいのかがね、結構難しいんですよね。なんで、なんか、正解がわかんないんですけども、両サイドにね、しっかり振っていきます。なんか、ゴレじゃない、ボーラー、バルーンですね。で、インドラがいます。なんで、この辺のディガーでインドの竹とか取れると、ちょっと熱い。で、タル咲いたから、ゴブリン追加もしてあげて、フリーズか？いや、でもそれを突破する U のね。いやー、めっちゃいいこれ。で、タゲを変えるようなね、ザップ。いや、いらんな、このザップ絶対。いや、いらんように見えて、意外と良かった。いや、思ったより全然入ってないですね、ダメージは。そう。いい感じに見えるだけであって。でさ、マスクなので、逆サイバルーン来ても、2周目マスクで気合で守れます。よいしょ。さあ、これでね、俺は両サイ行くんだぜのアピをね、していきます。で、さすがにザップでこっちリセットして、メガナイト飛ぶよね。いやー、めっちゃいいトルネ防衛だな。なんか俺の相手うまくね、防衛。こんな耐えるっていうぐらいずっと耐えてくるんですよね。嫌だな。いや、でも結構入ってんな。さあ、ということで、ぶっちゃけ相手ワンパンできるんで、僕のことをね。僕はワンパンされないように、しっかり両サイ警戒しながらね。よいしょ。もうね、攻めたいよね。これはもうね、受けるのはしょうがないんですよ。その代わり、カウンターですね。ここのカウンターで、しっかりダメージを稼いでいきたい。こうやってね。で、トルネタルか、フリーズかなんかすんかわかんないけど、ユニット追加してあげてね。トルネかな、さすがに。よいしょ。はい。ということで。バルーンはね、このデッキきついんですけど、両サイ振りまくってカウンター意識してると勝てますね。さあ、マスケもね、ちょっと前に謎強化食らってるんで、運営さん早くマスケ5コスにするか、なんかね、下方してほしいなっていう。5コスはさすがにやりすぎなんで、前回のね、弱いマスケに、弱くもないけどね、普通のマスケに戻してくれたんだなと思うんですけど、マスケ僕も使うんで別にいいか。だからなんかぶっちゃけ、メガナイトの、その下方はね、僕はそんなわかんない、いや、わかるんですよ。少ないなってなるんですけども、なんかそういうシーンが訪れるのは、それこそなんかゴレダクネとか、
やっぱ形組まれた相手ぐらいの時にしかその変化にはね、そう大きく気づかないかなって思ったんで、まあそれぐらいならっていう気もしないことはない。うん、さあエレキ、このトレーナーウルフさんはね、あのスケラの人なんですよね。スケラの人なんですけど、エレキが入ってるんで、いやちょっとわかんない、いやこれちょっとうざいですよ、このオールブレイカーは。入るんじゃね、いやめっちゃいい、ちょっと狙ったとか言っとこうかな。さあドッスン、アイウィズがね全然死なないっすよね。いやーこれあのキョスケがさ強化されたことによってさ、 HP と攻撃力が高いね。ゴブリンでね手助けしてあげます。でまあバッカーはギリ耐えそうだけどな、目がないと。さあキョスケボーラーですね。うん、さあまあスケラにはねゴブリンとかが強いんでなんとかなりそうだけど、まあエレキとかも安っすよね。さあこれいきます。でこっちちょっと狙います。なんで今の左はまあめっちゃいって左防衛させて右側の U のちょっかいが目当てみたいな感じですね。ちょ、陸芸が少なそうですね、これは。で、スケラゴブリンで守れるんで、神相性引いたかもっすね。いや、メガナイトな。いや、だから、もうゴレだけで耐えるんすよ。結局、今までもまあ、メガナイトってゴレきつかったんですけど、いや、今回もまた、ゴレやー、きちーってなりながら戦うと思いますね。エレキ踏んでくる。さあ、まあ、メガナイトで、あんま強すぎ、なんか橋これ見にくいね。あんまりこの中に入れたくないね。さあまあこれは相手のスケルトンラッシュがちょっと早めだったこともあり救われ、てかボーラーもさ強スケもあるってやばいっすね。ってことはこれ結構逆サイぶっぱしなきゃいけないっすね、普通に。トルネでマスクいかれるかな、爆破に。さあゴブリンでスケラはなんとかなるんで、あフリーズだったんだ、やばいザップが下手。ああ耐える。いやーこうなったらでももう逆行った方がいいですからね僕は。さあオールブレイカーまで行ってエレキだけだと、いやーいい取るね。さあこれは入れると痛いんでね、入れない方がいいですね。いやマジゴブリン強いっすね。てかフリーズだったんでもう同彩同彩U マスケとか最強かも。さあで咲かしてこれ D ガード削りたいね。よいしょ、これザップ打てばさマスケ残らんか、え残ってくれやそこっていうね。いやーいいっす。さあ耐えて耐えて耐えしのいでいきましょう。メガネとか入る。今のドッスンとかは何も関係ないですね。さあトルネが来る、フリーズか。うん、まあでもここはスペルも使わずに一旦耐えれそう。さあ両サイ攻めまくってザップ打ってオーケー。さあまあこれはね、まあキョスケがね珍しいっていうかまあ増えるっすね。なんかキョスケ結構強くて HP と攻撃アップはね前も攻撃アップしてるんで、普通に運営さんやりすぎじゃないですかっていう。まあ今回のバランス調整全体的に大きく変わってるんで、そう、おもろいんですよね。普通におもろいんですけども、そこに関しては全然いいんですけども、なんか全体的にちょっとやりすぎなんじゃないかなっていう意見がね、僕の中でちょっとありますね。まあ、ぶっちゃけ、そんな大きな変化はないですけども、まあ、やっぱり今まで、でもきつかったゴレダクネとか、まあ、ゴブジャイスパーキー、ミニペとか、レイジとか、
まあ、やっぱり今まできつかったのがよりきつくなったっすね。今までやっぱ頑張って光栄をメガナイトとザップともう一枚とか組み合わせて対応してたのが、もうジャンプダメージほぼないようなもんなんで、ね、もう、ほぼないは言い過ぎだけど、なんかね、ああ、今までだったらもしかしたら守れてたかもなーが、ああ、絶対守れねえなーと思いながら踏むんでしょうね。そんな気がしますね。そう。トルネスケブか、なんかエロいデッキ引いたっすね。まあこれは低めマスケからの、あ、これあれだ、多分あのスパーキーじゃない、違うかな、スケキンスパーキーエリジャイとかじゃないの、いやー、そうゴブリンバレルのやつだ。いやー、だからエリジャイがいたらね、吐きそうになるな。あはははきちい。まあエレジャイね、しかもエレジャイミラーですこれ。あのなんかね、日本のプレイヤーが使ってるデッキ、あーめっちゃハンダツを、まあこの人も遊びで使ってんでしょうね。いやー絶望、反応ジジイでワロタで、ここはスケキンですね。最後3倍タイムで化け物みたいな攻めいくんですよ。いや、これ早めに踏んじゃいたいな。いやー、もうそれで解けんのかい。まあ、これはでも、もうこっちぶっぱっすね。いや、16ハンター。強っ！いや、マスケ残ってほしかったけど、いや、ハンター強っ！ハンターバケモンやん。いやー、これはね、勝てないっすね。もうなんか、エリジャイが無理なのと、スパーキーが無理なのと、スケキンが無理なのと、ハンターが無理なのと、まあ、すべてが無理です。簡単に言うとね。今の打たないでくれたら熱かったな。いや、めっちゃ耐えてる。いや、熱いこれ。あー、めんどくさいそれ。いや、熱い。僕も頑張ってます。え、めっちゃ頑張ってね、褒めて誰か。いや、めっちゃ頑張ってる、めっちゃ頑張ってる、誰か褒めてほしい。やばい、頑張ってはいる。いや、頑張っている。攻めどく。まことですか。え、すげえ、マジか、俺がびっくりしてる。俺がびっくりしてる。来た、神ザップ。神ザップでもなんでもねえけど、打っただけ。いやー、勝った。いや、すごい。え、すごくね、これ。やった。さあ、これは、なんかまあ、変なデッキ。なんか、イカチーデッキですね。なんか、たまに見るやばいやつですね。
まあでもメガナイトでエレジャイを溶かすのがちょっと遅くなりますね。いやー、サウンディみたいな、サウディみたいな、この人ね、うまいです。ちなみに迫撃ディガーの人です。さあ、まあエリーババとかもきついな。とりあえずなんか火力高い系の大型系がよりきつくなった。とりあえず全てがきちい。よいしょ。さあ迫撃、いやーこのコウモリゴブリンいい味出してんな。いやーこれ許容なんだな。あ違う、えトルネ、いやートルネスキキンディが俺迫撃だと思ってたんですけどね。いやースキル使ってこないのか。いやでかいでかい、陸がね。いやしかもなんなら、いやでかーすぎー。いやガチでかいガチでかい。スケブとスケキンしか陸がないようですね。わかりました。でなんでトルネが入ってんのっていう、いやマジでわかんない。なんどっから入ってきたんだトルネっていう。さあもうオールブレイカーでコスト使わせて、ケツマスいっちゃうよ。でメガナイトで踏んでかな。いやメガナイトルが楽しいな。ただの好きなだけ。いやこれ別にガン虫でいいっすね正直。ガン虫からの、神ザップを決めたいな。いやめっちゃうめえ防衛すんな。いやでも入る。え？やばいやばい、めっちゃいい防衛されてる。え？うまっ。いやさすがにこれはやるなって言わざるを得ないですね。まあなんか迫撃でクエクグとかに負けたんじゃないですか。でいやークエコク強すぎやろ、勝てんやんってなって、お前じゃあいいしってなったんでしょうね。トルネ入れるからって多分。じゃないとねこのデッキ編成にはなんない気がするな。さあまあまあマスケ、いやマスケ攻撃速度上がったから強いっすねこれ。でこういう時はね別に無理してあれ出さなくてもいいっすね、あのメガナイトか。でさ高回転ディガーでカツカツ稼いでいってね。で右サイはね全強ですね。で負け筋はねこのこれを剥がすようなねエロいトルネが来る。いやーこれメガナイト行ってもいいかもな。でキング起動死肉目の位置のディガ、でザップは温存してもう一回低めマスケかな。無理せず行こう、これとマジで上手い人なんで。マジで上手い人なんで言うて、相手が違ったら立ち回り違うんか言うてな。いや上手いって知ってるからこそのね。やばい待って待ってやばい、笑え笑え、え？うわマジかよ、あーマジかよ、いやえ？うわこれはねやったっすね。余裕でロケットなんか想像つかんすもんこれ。うわマジか、あんなに手堅くいってね、あんなに手堅く丁寧に丁寧にやってロケットあったんかい言うて、いや最後な余裕で吹きや許容しちゃったな。ねザップ打てば別に止めれてたし、いやーもしくはロケはね想像外でしたね。迫撃枯渇トルネロケっていうちょっと新しかったな。いやうまかったな普通にロケか。ちょっとメガナイトのねジャンプ、あんま使わねえな。
まあでも結局ね、ゴレスパーキー大型系にもともとまあ勝てないわけではないけどきつかったから、マジでぶっちゃけそんな痛い修正でもないって、ああこういうのがマジ嫌い。いやでこの豚がまあ今は関係ない、ね、さっきのドッスンだけねちょっと変わってる。さあ工場マサニクっていうレアだな。こんなデッキ知らないっすね。さあペッカタンですね。ペッカ工場のマザネクっていう、まあゴブリン型なんで、まあ戦いやすい方ではあるんじゃないですか。うん、さあまあディガーとかやりながら、うわなんかもうこういうのがちょっと意味わからんすよ。いやザップはないんね、あなた。いやザップはないらしいですね。トルネードになってますね。うん、ペッカ工場のトルネマザネクっていう、まあちょっとおしゃれなね、これをマザネクでまたやってくるんでしょあんた。いやさすがにこれやんねんか、2体だし。さあまあマザネクトルネはね結構嫌ですけど、まあ戦えないことはないんじゃないですか。 PS で気合で、うん、だから雑にコウモリとか咲くと全部豚になって弱くなったメガナイトのドッスンでちょっと怖いよねっていう話かな。まあウォールブレーカーでプレッシャー与えるのが一枚ね。あとユーノでもダックプリの突進無効にできるのはね結構救いっすね。これピュッ、そうそう突進受けれなかったんですけどね、受けれるようにね治りましたねバグが。で暇なんでザップ打って、マジこれさ暇すぎてさこれ良くないかな。でディガーをねちょっと内側目にやることによって相手のねユーノのあれを無効化するっていう、ユーノ系、あこれちょっとしくったけど、まあ舞台になるけど、うん、いやめっちゃいい。これはもうユーノのあの位置が天才だったんでこうなりました。ユーノの位置ですね、内側目で。うん、いやマジで天才か。いや受け方上手くね、天才か。おーライティングだったんだ。いや待って、これでもドッスン下方されたドッスン、いやーマザニクもね、いやーめっちゃいいですね。うん、まあ何でもディガーってねちょっと内側目に出しとくと相手のエレキとかもねそっち向いてくれたりとか事故があるんだね。いやー熱い。さあペッカはねメガナイトでしばいていく、まあ、マスケが強い、メガナイトも言うのも強い。いやーメガネと、まあ、こう見ると、まあ、全然参りますね。まあ、今までより、まあ、よりゴレとか、まあ、スパーキーに勝てないくなったよっていう、そんだけですね。さあ、ということで、まあ、メガネと、まあ、顔されたとはいえ、とはいえですね、もう大好きだし、もう今後も絶対使えます。なので皆さんもね、メガネと諦めずにね。まあ、メガネと格上にもね、すごい勝ちやすいからだと思うんで、本当におすすめなんでね、皆さんもぜひメガネと使ってみてください。チャンネル登録もね、お願いします。お疲れ様でした。またねー。